そう、今日はね、そうね、さきさんの卒業公演の「夢は逃げない」を披露してて、そう、私はもうもともと何の曲やるか知ってたんですよ。そう 知ってて、全部何をやるかで、初めて知った時えっと思って羨ましいなってめちゃめちゃ思いました。前髪がいつもと違う、一緒なんだけど、ただまた今日も耳かけしてるの そう、してたの でもちゃんなんかリハとか V は見てないからちゃんと踊るのかなと思ったら、しっかり踊っててびっくりした。夢は逃げない、なんか振りはすごい速いイメージがあって、そう、いつもはさやかさんに頑張れて、私は個人的にね好きだから聞いて頑張ってたんですけど、今日はさきさんバージョンで頑張れを聞いて、あ、なんかまた違う気持ちが私に伝わった でもあの曲は今回はおるうさんに対しての楽曲って言ってたから、まあおるうさん宛てなんだけど、まあそれはね自分にも頑張れって言ってるよって思ってれば、そう、いい、捉えればいいと思う ハッピーさんメロンパン、女の子のぶたさんメロンパン、ありがとうございます 本当にそう、いい曲、そうなんだよ、そう、作曲、そう、さやかさんで、秋元先生、歌詞すごいよね、本当に、さすがしか言えない 夢は逃げない公演だっけ、なんかあるもんね、さやかさんのプロデュース公演が 私見てる、かわいい、バナナ豚さん、ハッピーさん、ひよこの豚さん、メロンパン、ありがとうございます。そう、なんかさ、夕方ぐらいにいつもばみ送ったんだけど、さっき確認したら送られてなくて、あれ今また送れないのかなと思って、届いてるっていうメールを送ったら届いたので、ああダメなんだあのメールと思って まあその送れなかったメールの内容がヒロアカのゲームの話なんだけど、やっぱり SKE のゲームのアプリがあるから他のゲームのお話はあまりしちゃいけないんだなって、そう、まあ、前々からねうすうす気づいてたし そう、結構ダメって言われてたの、一番くじもダメって言われてて、で、そう そうなんで、他のコンビニだからダメって言われて送れなくて 今回はなんかダメだった、そう、画像入れてない、しっかり自分の自撮りの画像を送ったんだけどダメだった 悲しい、まあそうだよ、そりゃそうだよなと思って、だからもし載せるならツイッターよりもインスタのストーリーが私は多いかなって思いました。のりちゃん、ひろあかのゲームの話してた、嘘、内容によるのかな、選別してる人は多分一人なの、もう一人なのかも分かんないけど、同じ人だろうし、リセマラめちゃめちゃしたの、本当に本当に、この今配信してる携帯が本垢になるんだけど、何回したんだろう、1時間ちょっとはしてた、そう、レッスンが終わってご飯食べながらみんなと喋りながらずっとリセマラしてて もう悲しい、うん、軽くして100回は超えてる。で、お家に帰ってきて どうしたの、お家帰ってきて iPad のサブアカもうずっとね、3時間かな、これは、まあちょっとね公演も見ながらサブアカリセマラだったからあれなんだけど、まあ約3時間やったけど、あ、全然出なくて いや出たんだけど、目標はツイッターにあった UR が3、4体出るまでずっとレセマラしようと思ってたの そ
そうでも出なかったの、まあ、1回出たんだけど、なんかサポートカード的なカードしか出なくて、3枚出たのはちゃんと戦うカードの UR のカードが欲しくて。そうでもなんだっけ、サブアカはホークスと信楽トムラにしました。そう本当はね、なんかホークスと相澤先生の2人が良かったの本当はね、私の予定では。でも絶対に出なかったからもう諦めて、まあ、ヴィランの中でも好きだからまあいいかなと思って終わりにしました。もう悲しいよ本当に。でも本アカ、このね携帯の本アカの方のヒロアカのアプリはしっかり相澤先生出たから大丈夫。オールフォーワン、オールフォーワン、まあまあまあいいでしょう。最近出たアプリ、そう今日から始まりました。え結構進めた方なのかな、わかんない。いくつまで進めたかな、エピソード2の、えエピソードだっけ、なんかもう忘れちゃった。もうどこまで行ったかな。えリセマル、そう本当に疲れた、こんなに疲れるんだって感じ。でもまだアプリを一回消去してリセマルするっていうタイプのリセマルじゃなかったからよかったけど、危ない危ない。でもさ大変だった。えデクバクをしがきだけ飛ばしてた、えもったいない、私の中ではね。あそうなの、かっちゃんは出なかった、あ出たんだけどゲットしなかった。サポコトカードなんだっけな、私忘れちゃった、やばいもう忘れちゃってる。確認するね。あいやこっちの方がいいカード持ってる、もうもうダメだ、ガチャを回すものがあるじゃないですか、モンストといったらオーブだけど、そのヒロアカのアプリゲームバージョンのやつもうさ、たまったら引いちゃう、どうしよう、これからの方がさ絶対いいガチャが始まると思うのに。引いちゃうのどうしよう、あれあれ、カルナブタさん、四つ葉のクローバー、 SK のブタさん、カタツムリのブタさん、ハートたくさん、メロンパンありがとうございます。もう引いちゃうやだよ。でもその中からそう UR は 2,3 枚出たのだからまあ満足しました。いやでも本当に相澤先生がかっこよすぎてびっくりする、本当になんかミッションとかプレゼントを開くたびにさ相澤先生に喋ってくれるので、サブアカの方はホークスが一番前だからホークスがいっぱい私を誘導してくれるの、もうかっこよすぎてさ声が。そう外見もかっこいいんだけど声もかっこいいのよ。もうダメだ、いっぱい喋ってくれる、私にいっぱい教えてくれる。本当にいいね、やっとだよ。えでも結構当分先にアプリ始まるって言われてたからこんなに早まったのはすごい嬉しかった。見れた見れたね、かわいい。かわいい、え結構 SR のカードのイラストがさすごい綺麗で好きなんだけど、
本当に日産のぶたさん、メロンパンありがとうございます。お父さん、お父さんやってない。え、でもね、そうケーキを届けに来てくれた時に、まあ、私の部屋にヒロアカのね一番くじのフィギュアとかもろもろあるのを、まあ、見てたんですよ。何も触れられなかったんだけど、でも私から最近これにすごいハマってるんだよねって言ったら、あ、それがヒロアカねみたいな、覚えとくよって言ってくれてたから、いつかは見てくれるはず忙しいから時間ないとは思うんだけどヒロアカでも今聞いたら何それって言いそう、忘れてそうほんとに見てほしい。でもそう、触れられなかったよお父さんまあそうだよね。あ、でも一個触れました。あれショーンどこってあれショーンいなくない、なんか部屋の感じ変わったねみたいなそう、ちょっと今はポケモンとヒロアカの方が熱がちょっと強すぎて、部屋に飾ってるのはヒロアカのポケモンなんだよねって言ったのしっかりまあそうだよ、そう前回お父さん来た時は全然ショーンがいる時で、でこのベッドもなかったから結構部屋の感じ雰囲気が違うんですよ。それ以降本当に来てなかったからさ気づいてたしっかり。え、でもお父さんそう気づいてくれたのもあって、ショーンが私の口から全然配信で出てないこととか、多分 SNS だよね、それもあって、そう今年の私の誕生日のケーキをショーンじゃなくてカブトムシとか違うものにしようって考えたらしい優しいねちゃんとカブトムシのことに関してはすごいね応援してくれてるし、 お仕事につながるんだってなったら結構考えてくれて行動してくれてる、嬉しいねちゃんとさやかが本当に小さい頃から好きなんだよっていうことを証明しようとしてくれてるなんかね、そう本当なのに、知識はなくても小さい頃からね、愛だけは本物だから。カレナオタさん、ハトありがとうございます、たくさんお花の歌さんもハートありがとうございますそう、かわいいかわいい顔同士かけるに、本当に懐かしい、恥ずかしいよねあれショーンくんね、初めてショーンじゃないケーキをいただきましたかわいいかわいい、あれいつのなん、ん？版画？小学校4年生何年前だ、4年生私から日産の歌さん、メロンパンありがとうございます。最近ハマってる、え、嬉しいありがとう、嬉しい嬉しい、子供の感じが出てるよねケーキどれぐらい、半分、ちょっとでもねさすがに早く食べないとやばい。小学校4年生って今から何年前だろう、3、6、7、8、9、あ、10年前ぐらい、約9年か10年ぐらいか、え、違う、でもさ、私が今大学何年生の年か分かんないの、大学に行ってないから。あ、自分だった今日で779日目、ありがとうございます。小学校4年生
今から何年前？12年くらい？12年も前なの？そんなに経ってるの？すごっ。セイントセイナオタさんバラ、ハッピーさんメロンパン、ありがとうございます。今大学4年生か。4年なんだ。もう卒業の年か。じゃあ4年ってことは。そうなんだ。すごい。本当だ、1週分だ。早い。すごい。ちゃんと残ってるのがすごいね。まあ結構折れ目がさすごいんだけど、あの版画の紙ちょっとやばいけど、でも作品自体には問題ないからいいかなそう、あれ、あの写真さ、アメブロの中には登場してたけど、ツイッターのツイートの文の中に入れたのは初めてなんですよ、写真を。だからアメブロ見てない人でもフォローしてくださった中の人たちに初めて見るよっていう方がいるかなと思って、なんか嬉しかった。そのきっかけをくれたお父さん、感謝だねミレちゃんって1歳え？やば。そう、結構物大事にするからなでもいいやと思ったものはすぐ捨てるけど断捨離趣味だからすごいね。中のチョコレートミキ直したの？そう、変えたの。だからさ、クリームが手前の方ぐしゃってなってるからぼかしを入れました。でもバレたよねごめんね。そう、ぼかしたそう、あそこに本当はぼかしてた部分に私の誕生日おめでとうのネームプレートが刺さってたの。本当は向きが違うのだから変えちゃった。ちょっとでもなんか汚く見えないようにでもぼかした方がむしろあれだったかな。まあ、いっか、もう送っちゃったしそう、配信で違う向きだった。そうだよ、やばい、お腹空いてきちゃった。どうしよう、どうしよう11時半今食べても寝なきゃいいんだよね。あ、でもあと、そうだよ、またいい声もあるし、お腹出る衣装あるから、やばい、筋トレをしようかな。あんまお腹見えないけど、私あの衣装着ると気持ち的にね。そう、オートミール今日食べてないの。まだ朝も食べてないんだ。あ、ダメ？あ、ケーキはもう食べない、今日この時間は。なんかね、今お肉が食べたくて、あのヤンニョムチキンが食べたいチキンが食べたい。サラダチキンでも。明日は何もない、練習もうそれ本当にいい声の思い出しをしなければならない。と一緒に22日の K2 公演の練習も。そう、お肉が食べたいの。どうしよう食べたい、どうしよう。かわいい、かわいい、ハッピー。パン祭り残り30分、あ、今日までなんだ。
そう、なんかね、誰だ今日、川島、違う、中坂とカイニャンだ、一緒にいてその話してたんだ。今日までなんだ。なんか私あと少しだねって話してたんだけど、お皿かわいい、その日さんはそのお皿でお肉もらえるイベントのお肉を食べるみたいな話してなかったっけ違ったっけ、いつもらえるんだろう。アザラシのおばたさん、だるまのおばたさん、メロンパン、ありがとうございます。サムネイルごめんね、そうなんだよ。こんばんは、こんばんは。え、ニッさん、そうだよね、多分お皿ゲットしてたと思う最後の最後、多分 SKE で一人目かな、多分ね。私が知ってるメンバーは西さんしかいない、達成してるの。薄いお皿なのかな、深くはなさそうだよね。なんだろう、朝食の時に食パンを上に乗せるぐらいのお皿かな。多分西さんお皿はあれだよね、いつの間にか達成してたって感じだったじゃないかな。違ったっけそう、平たいお皿じゃないのかな、わかんない。そう、私は平たいものかと思ってた。あ、そうパンありがとうございます、ハッピーさん。やっぱそうだよね、すごい西さん好きな歌さんもパン、ピーさんありがとうございます。なんかでも15分だけって言っときながらまた25分ぐらいやってるそう、なんかさ今日本当に気分が上がらなくて何なんだろう、多分5月病。いや5月だから、梅雨に入ったからね。雨だから。湿気で髪の毛がボサボサだから。っていう、なんかいろんなことが重なって、だと思う。リセマラしてる時はもう無の感情と、相沢先生早く来ないかなっていうワクワク感があったから、嫌な気はしなかった。そう、誕生日月5月好きなんだけど、梅雨前のこの気温の変化とかがすごい苦手なんだよね。そうなんだよあ、そう、聞いて、言ってなかったんだけど、モンストの呪術廻戦コラボのねガチャ、五条先生がピックアップされてるガチャを終わる12時の前、11時45分ぐらいにやっと50個溜まったから引いたんですよ。見事に爆死で星5一体も出なくてね、なんかもうそれまでに応募集めを頑張った自分なんか虚しくなっちゃってえ、何のためにやってたんだろうって思って、すぐモンスト閉じた本当に悲しかった、なんかもう声が出なかった、悲しい、本当に今は思い出したら笑っちゃうけど、嘘、そっとじした、久々のそっとじ、でも悲しい、ひろゆきコラボしないかな本当に悲しかった。やっぱ願ってると出ないもんだねガチャは。ピーさん、メロンパン、ありがとうございます。悲しいわ、ゲームがつくづくないなって思う。須川さんと
誕生日近いの羨ましい初めて言われた確かに3日だけだからね。水のアバターさん、メロンパンありがとうございます。そう、あのね、この間の現地でトーク会の16日、鈴川さんの誕生日当日だったじゃないですか。で、今はもうね、鈴川さんに渡すプレゼントが届いてるんだけど、16日までに届かなかったんですよ。で、渡せなくて、でも当日渡せない、何も渡せないの悲しいと思って、チョコ買ってメッセージをね書いて鈴川さんの机に置いたんですよ。そしたらそれをね、ちゃんと受け取ってくださって、鈴川さんのブログに写真付きで載ってました。ありがとうございますしっかり読みました嬉しかった。わざわざ載せてくださって、載せて大丈夫かなって書いてあったけど全然大丈夫です。ちょっとね、でも書きづらくて字が変だったし申し訳ないんだけど嬉しかった。え、でもね、直接渡してないんだよ。会えなかったし、まあ近くにいたんだけど喋れなくてそう、メンバーなのにいつでも会えるのに、どうにか頑張ればね、直接渡せなかったフ早く渡したいんだけど、私さ、いつ佐渡川さんとお会いできるのか分かんないから、どうしよう。そう、冬ちゃんのねプレゼントもやっと手元に届いたんですよ。ずっと悩んでて、で悩んで頼んだけどなかなか届かなくて、そうなんだよ。でもなんかね、ネットで頼んだらギフト、ん、渡す用の袋がなくて入ってなかったの。なんで？だからどうしようと思ってるんだよね。なんかネットでギフト有料のあったんだけど、その頼んだもの全てをギフトにされちゃうってなってて、あ、それ違うと思って頼まなかったんですよ。悲しい。なかった袋が大体入ってるんだけどね、ブランドのものって。そう、お渡し用の袋がなかったの。悲しい。連絡先交換してる？してない、いけないあ、自分でラッピー、確かに。あ、それでいいか。なんかわざわざ私はね、そのブランドのお店に行って、友達用にあげるものですって言って、自分にそのものを買ってそのものに入ってた袋をその里川さんと冬ちゃんに渡すコスメに入れようと思ってたのお金かかるけど、うん、ブランド袋込みってとこあるよね。そう、あるんだよ。私は今まで買ってたところそうだったから、うん、そう、自分のもの、まあ、あんまり今すごい欲しいってものじゃないけど買って、そう、その入れる袋のために買おうかなって思ってるのそう、今そこが迷ってるんだよ。でもさ、捨てる人は捨てるじゃんだからこんなに考えても捨てられたらちょっと悲しいんだよね、気持ちが。いや、でも渡す方の気持ち次第だから、そこは考えない方がいいな
詳しい、しかも大好きなお二人なので受けに平気かな。行くか。そう、見た目そうなんだよ。ラッピングって結構重要だよね。中身も重要だけど、ラッピングの外見次第で結構変わると思う。私捨てない。佐渡川さんからもらった誕生日プレゼントにメッセージが書いてあったんだけど、しっかり保存してるよ当たり前か。いやもうこれ買うしかないな。やっぱ買おう、香水買うか。かわいい。はよし、買うことを決めました。ありがとうそう、メッセージ付きだし捨てらんない絶対。初めてもらいました、里川さんからの直筆メッセージあ、みんな聞いて、日産のネームプレート私いただきました。ただ勝手にそっと私のロッカーに置いただけでそう、今日から私のロッカーに入ってあります。もうこれはしっかり日産に言ったし、ファンの方も日産に言っていただいたので、そう、これは言おうと思ってみんなありがとうそう、今日その写真撮ろうとしたけどなんかキモいかなと思ってやめました。あ、そう、一応ハンガーもいただきました。なんか見たらハンガー2つかかってて、なんか使えるかなと思ってロッカーの中に入れときましたよかった、ありました、ありました、取られてなかった。先にふみさん見てる？ふみさん私のこと見てる？まばれの写真、今日レッスンがあったので寝てる。そうです、そうです、そろそろ終わりにします。せのちまと男子さん、ありがとうそう、あのハンガーは元からあったってそう日産言ってた。だから日産のものではないらしいんですよ。ハッピーさんの名前誰がつけたの？私です私です。コギミューのアバターさん、コギミューだよね。リップありがとうございますそう、セータンティーが私のロッカーにずっと入ってるんですよ。あの新品のものとか洗ったものを予備で置いといててそう、忘れた時用に着れるように。だからね、だいたいレッスンに自分の生誕ティー着てるの最近。ちょっとでも恥ずかしいよね、今年の生誕ティー自分の顔写真だからそう、今日もいじられた。よし、ランキングを読みます。38、女の子の綿さん、1位ハッピーさん、2位ロボットのアバターさん、3位カタツムリのアバターさん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位スコティッシュのアバターさん、8位ニッサンのアバターさん、9位ウサギのアバターさん、10位ハートのアバターさん、11位ダルマのアバターさん、12位ハッピーさん、13位ハッピーさん。皆さんありがとうございました。ハッピー眠いみたい、一緒に寝ます皆さんありがとうございました、ありがとうございました。夜遅くまでごめんね、ありがとう、おやすみなさいおやすみ、ありがとう。